どうするです。そしてパパパパボンジュールボンジュールだったもでーす。なんでなんでボボボボボンジュールは初のパターンですけど、ボンジュール、はい、ボボボボボンジュール、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、まあ、今日やっていくのは、まあ、さっきこの多分ねツイッターとか見てる人は分かると思うんですけど、はい、さっきちょいちょいそのツイートしてたじゃないですか、なんか2年前、あ、2年前だね、はいはいはい、はい、なんかみんなめっちゃ若かった、若かったっす、はい、2年前それこそ本当にねプロが発足した時の動画チラッと見てたんですけど、はい、みんなみんな若い、若い、みんなガリガリで、ガリガリでした。確かに、みんな出た、なんで取っちゃったんだろう、ね、みんな、ね、会議がねみんないいものを食べてるんだろうな、食べちゃって、はい、なんですけどね、まあ2年前やっぱり流行りしたりがあるじゃないですか、デッキというものは。あります、ゲームにも歴史がありますから。ですよね、はい、だからやっぱ2年前のデッキって結構下放されてたりとか、はい、まあ今の環境には全然合わないですよ、合わなかったりとかすると思うんですけど、それはそうです、はい、今日やっていくのは、はい、2年前のプロ最初に使った俺のデッキにならさすがに勝てるぜ。ありがとうございます。はい、あ、もう舐めないでほしい、本当に2年前の、いやだって2年前でしょ、はい、2年前に使うんでしょ。2年前です。僕今を生きてますから。まあまあ、まあ、確かに確かに。なんならその時の最多トロよりもどうぞの方が高い。そうだね。だってトロその時なんかどんぐらいよ。7あ、じゃあ6396。6396。俺と同じぐらい。展開に4足りないっつって。なるほどなるほど。そうかそうか。はい。昔はね6400が展開でしたから。そう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 、まあちょっとやらせていただきますわ。なんでね。僕予想していいですか。はい。ナイキパイセン最初の三重士だったんですよ。まあ三重士でなんかブイブイ言わせて。三重士でブイブイ言わせてて。そういう印象ありますね。その印象がある。さらに言うと、はい、ババゴヤ三重士。あれでももうちょい後か。もうちょい、あ、ババゴヤは後ですね。ババゴヤもうちょい後か。シーズン2か。わ、はい、かりましたわかりました。まあなんとなくイメージはつかりました。当時。なんで、はい、まあ。当然そのシングル、まあ、2000やってたんですよ、はいはいはい、でその懐かしいことで、まあ、覚えてる人は覚えてると思うんですけど、はい、最初ねケンツと戦ったんですよ俺。え、初戦、初戦、わあ全然覚えてないですね。俺対ケンツのシングル、はい、そうだったんだ。今でも覚えてます。あ、全然てかなんなら結構思い出深い、鮮明に、へえ、最初の試合なんで、ね、言っても確かにプロの初めての試合、デビュー戦よね、それは覚えてますね。最初の打席とか覚えてって言うもんね、プロ選手とか。あ、そうなんですね、うん、ね、そっか確かにそれはやっぱインパクト強いです。それはインパクト強い。そういうもんよ。最初の相手も覚えてもんね。まあそれはそうかも。で、その最初の使ったデッキを使うと。まあそうですね。まあ2000使ってて、はい、違うデッキ使ってたんで、それをね使ってまあ2000ポンポンって。これは勝てる。これは勝てる。これなの？これは勝てる。これじゃないですよ。これ今を生きる。これはさすがにびっくりした。今を生きるデッキですからね。よろしくお願いします。はい、僕は見ないでね、やりますから、はい、はい、視聴者さんは見えてるかも。いきます。はい、お願いします。さあ、来ました。まあ、1戦目に、ね、使ったとき、これですね。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。マジで？え、三重士じゃないってこと、その反応は。いやいやいや、バチバチの三重士です。違うな。絶対違うな、これ。バレた。まあ、三重士ウッドが。はい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 。三重士ウッドメガゴが流行ってる時代絶対嘘。メガゴ出た。ウッドメガゴなんだろう。あの一昨年視聴率一番高かったカードでしたね、メガゴは。あ、そうなんですね。リーグで。これは相手スケラ？スケラっぽいな。うわ、やばい、やばい、これは気をつけ、気をつけ、い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 ける。あ、勝った、勝った。いや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 。これ勝ち申したね。いや、まだよ、まだよ、まだよ。まあまあまあ、思い出し、思い出し、思い出し。思い出して。2年前思い出します。2年前思い出して。こうだとキングも半分削れてますから。いやいや、なんなら。え、ちなみに、それ当時どっちが勝ったの？もちろん。もちろん俺っすけど。もちろんね。もちろん。いや、懐かしいな、本当に。各選手のね、デビュー戦、ちょっと知りたい、見直したいまでありますね。これはポイズンしたくなる、なる？全然。全然。一番打ちたくない。全然、一番打ちたくない。一番打ちたくないって何？わかんない。
まあ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 、うん、防衛しっかり、防衛しっかり、防衛から入るスタイルですかね俺は。いやスタイルですね。いやでも悪くない。ホグ飛ばしてった。ホグ、え、遅延ホグ、え、こんなデッキありました？もちろんありました。もちろんあった。なんならこれしかなかった。これしかなかった。これしかなかった。嘘。それは嘘すぎる。いやもう一発入れる。よしよし。もっと欲しいな。いや、勝てるよ。勝てるよ、ドズニキ。いや、やっぱ巨作の一発でかかったな。でかい。あのリードを生かして勝つ。おー、いいね。勝てる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 。両サイ両サイ。これはきついこれはきついこれは両サイ両サイ両サイ。トルネがあるトルネがある。一発入る。よし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 。ずるいずるいずるい。ずるいずるいやん。2年前だってマジアチャなかったでしょ。なかったよね2年前マジアチャね。そんな言われてもずるいなちょっと。そんな言われてもまだでもまだわかんないですか。いや、 いいタイミング。どうこの奥は。いやただ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 クエイクもそこそこ減るのよね。減りますよ減りますよ。あ、これはまさかまさかまさか最後のラストホグ、ラストホグ、いけいけ、どっちがいい、どっちがいい、どっちがいい。ああ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 。ケンツパイセンの仇はね、2年越しには俺が打つ。いや次も本命、本命ですか。本命どっちも本命でしょ。本命いきますよ。どっちも本命でしょ。いや三十子だと思うんですよ。確かに墓石流行った気がする。墓石がこの時めちゃくちゃ強かった、はいはいはい、バンされレベル、バンされレベルで墓石めちゃ強かった。あ、初めバンもありましたもんね。ありました、はい、ありました、ありました。そうそうそう、だから強かった。墓石なんか英語でめっちゃスキルと出てくるよね。そう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 、確かめっちゃ強かった。確かに確かに。で今は今は別に強くないです。普通ぐらい。環境はね回ってますから。たまに物好きが使う。物好き、物好き。今は墓石あんま見ない、環境的にも。続きまして、思い出深いですね。続きまして、お、はい、これなんだ。お願いします。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ飛ばしてみます。だからね、墓石が、はい、バーンされるとき英語を書くんですよ、あれ、はい、バーン表に、はいはい、なんですけど、なんかなんかトーンボーンみたいな感じだった。あー、なるほど。墓石の名前がね、何みたいな。スケラとかも分かります。スケラ、スケラ分かんない、英語。スケラトラッシュじゃないの。マジっすか。違うっすよ。違うの。グレイブヤード。グレイブヤード。グレイブ、グレイブヤード。あまりなんかその選手が書いてるとかそのまま伝わってくるんで、はい、なんかその大雑把な人が書いてるときも GY とかなんですよ。あ、そうなんですね。GY わかんねえな。なんやつって。まあまあまあ。あれ？これは三重師の香り。いや全然ですよ。工場は、まあったんだ2年前。ね、あるでしょ。だいぶ昔からあるでしょうよ。もう僕三重子のものと思って、いやもうゴレですね。インドラハイ。じゃゴレ。三重子のものと思って戦いますよ。三重子のもの。三重子のものと思って。三重子のもの、ものと思って戦いますよ私は。はい。ルカがなんかですね。ファイボ入り？まあ、三重子なんだよ。三重子にファイボは一番入れちゃあかんって言われてますよ。三重子インドラファイバーなんだよ。そうでしょ。あ、これもろったやつやん。いやいやいや、余裕で受けれますけど。はい、トルネですかね、これ。トルネがきますね。余裕で受けれますけど。あ、苦しい。これは苦しい。これは苦しい。これは苦しいぞ。ほらほら。いや、苦しいね。ボンバーが来るんですけど、これはね、ボンバー来るんですけど。ボンバーじゃなくてもいいんですけど。よしよしよし。いやー。まあまあまあ、苦しいです。まあ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 、こっからです、こっからです。ここは迷うな。ここでも相手にやっぱ使わせたいので、あえて
タワーで受けてからあえてこれでマックス、はいはい、マックスダックプリ走らせる。マックスダックプリ縦付きのね、縦付きの、あこれはもしこれちょっとね、インドラを突破しないといけないんですよ、僕は、僕の使命は、はいはい、いていて思っているいて、ギリギリ落ちない、ファイボーがあるんで相手、どっちにしろもここ突破しないと負けますね。ガゴもいて、アイゴリいて、問題あのインドラよね。ガゴそっち。やらしいな、2匹。2匹左はやらしい。無視したら折れちゃうな。やらしい。2匹左はやらしい。これにこね。インドラ2周目。インドラ2周目。インズラなんすよ。インズラしてますね。インズラ。インズラしてる。インズラしてる。わかる、やっぱり。2周目インズラなんですね。インズラ、ちょっと待って、これマジで勝ち筋ない。勝ち筋はいっぱいある。勝ち筋はいっぱいある。見えるかどうか。好きの人が見えねえ、全然。好きの人見えない。好きの人見えない。全然見えねえ。全然見えねえよ。好きな人面白いな。いやー。構えております、スライス選手。どうしようかな。やめて。迷っております。迷っております。こっちかな。迷っております。やばい。この人遅延オリしとるぞ。遅延、みんな見て。みんな。やばい。バレる。バレる。必死だったね。焦ったね。ライトニュー圏内なんだ。ライトニュー圏内だから。超焦って。違うしね。なんなら違うしね。なるほど。まあ1-1ですから。しかも皆さん聞いてください。どっちかのデッキしか使わないですよね。まあ今回だって、今回のルールだったらそういうことですもんね。確かに。でも当時バンされたカードとか覚えてる？バンされたカードは30です。ああ、だから30使えないんだ。バンされたんだ。なるほどね。そういうことか。初戦だから得意カードをバンしますから。とりあえずそうするわ。どうせ30しバンしてきゃ大丈夫でしょ。試合やる前に、はい、お米さんとか、はい、あのお米さんともともと仲良かったんで、はいはい、結構喋ったりしてて、はい、とかあとケンスとかも、いやどうせあれっしょみたいな言われて、いや違う初めだってバンカードもみんな慣れてないですからね。そうとりあえず相手の得意をバンするみたいな、うん、そうなりますよ。何バンしたの？なんだっけな、なんだろう。今見ていくスタイル。あ、俺クロスボウ。あ、クロスボウ。クロスボウ使ってた。そうだ。ケンツが使ってた。一時期使ってた。使ってた。やっぱ嫌ですしね、クロスはね。昔から2年前からやっぱ嫌いだったんで。オッケーです。僕決まりました。はい。お願いします。はい。2年前のデッキはもう最新デッキで。そうですね。なるほどね。見たことないデッキで。僕をしますわ。何が来るかな。2年前にいなかったね。いないわ。これはいない。2年前いなかった。あれでもそれなんか入りすぎじゃないですか。いやいいです。バトルヒーラー処理できないでしょ。全然余裕ですけど。なるほど。まあボス行きはもう敵じゃないんで。敵っすよ。ケーキ入る。入る。あ、まあいいや。よし。ちょっとミスか。ちょっとだけね。この言うのどうなる？ああ、そっちの方行くんだ。まあ。もちろん。行かせたまである。いい処理ですね。当時遅延系って全然入ってたんだ。当時全然遅延、なんなら絶好調でした。絶好調。2年前自分何使ってたかなと覚えてないな。ボスさんやってなかったじゃないですか。ボスさんクラロはやってなかった。まだ始めてなかったっすよ。リリースからやってたよ。リリースからやってんだよ。そうなんすか。ちょ待って、なんか押されてる。理由が始まる。ボスさんどうせゴレだもんな。僕はゴレでしたね、もう当時。でも僕は初めゴレじゃなかったですよ。そうなの？何使ってたんですか？何使ってたんですか？いやてかみんなゴレ使ってなかった、本当に初めは。枯渇とかですか？枯渇も、あ、でも枯渇が出てきた時はもうゴレでしたね。はい。枯渇っていうデッキが出てきた時は。ゴラーだったんですか？ゴラーやってましたね。おー、いいね。
いや、ちょ待って。全都かし。全都かし小五郎。全部いなくなった。後藤の攻めだったんだけど。全部いなくなったね。ちょっと待って。そんなことある？野原になったね、今ね。やけ。ナイサラ。ナイサラですね。ナイサラですが。ナイサラされて。お、とりあえず。おー、捨てくる。割とでも。削りましたね。割と削ったね。うん。まだある、まだある。さあ、ホークライダー、こっちは寄らない。なんで？心の声。心のなんてが出ました、今。あれ？心のなんてが出ましたね、今ね。はい。終わりっすかね、これ。いや、まだ、まだチャンスある。全然。マジっすか？俺、隙の糸見えないっすか？見えない？見えないか。貫け貫け。あ、惜しいですね。あーあーとか言って。なるほどね。おり。あれでしょ。強いね。いや、相性良かった気がするんですけどね。いや、でも言うて、はい、言うてみたいなとこありますね。まあまあか、まあきついはきついでしたけど、なんか途中絶対決まるって確信して出した攻めたちがみんな溶かされ溶かされたりしたんですよね。いなくなった、いなくなりましたね。遅延あるあるですけどね。遅延あるあるですね。はい、アイスイズあるあるでした。はい、はい、ということですね。まあ結論、ライキジョン先生は2年前から強かったと、はい、そう、結論。確かに強いデッキをね、先見の明があったということですよ。はい、先生さすがです。ありがとうございます。教えがあったんで、強いデッキを使えっていう教えが2年前からあったんで。いや、まあまあさすがですね、2年前のデッキで。はい、そうですね。まあ気になる人は2年前の見てみてください。確かに、ちょっと僕もスリムなんで。いや、俺もめっちゃみんなスリム。てかマジ顔がもう多分なんか別人なんですよ。フチさん以外全員違う。いや、マジで。フチだけは、フチだけは本当に今からもうあそこに行ってもバレないです。帽子かぶったらバレない。いや、かぶんなくてもバレない。途中から帽子かぶり始めたじゃないですか。あ、そうそうそう。今帽子取ったらもう選手になりますから。今帽子取ったら2年前です。いや、マジ。フチだけなんならちょっと痩せたとか言って。なんで痩せるのかがマジ謎。謎なんですよ。はい。ということで、今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。あの、ドズさんチャンネルの方でもね、コラボ動画、上がると思うので撮ってます。はい、ぜひそちらの方お願いします。お願いいたします。ということで今日は終わります。バイバイ。